どうも佐久間和之,之です佐久間ラジオオープニング動画ですここどこっていう感じですよね、えー、本編の方で説明したいと思いますそれでは行きましょう佐久間和之,之の佐久間ラジオどうも改めまして佐久間和之,之ですよろしくお願いしますはい、オープニング動画の場所は、えー、歌ネタでお世話になっているオフィス樋口さん の場所から、えー、お送りしました。スタジオからお送りしました。はい。まあ、ちょっと年末に向けていろいろ制作するものが多く、えー、結構、えー、頻繁にお世話になっております。うんえー、そして、えー、今回の題材というか、えー、更新日を変更しますということなんですが、えー、今現在が週に3回、月曜日、水曜日、土曜日という感じでやってるんですけども、これを来年の2022年から、えー、火曜日、土曜日、 に、えー、しようと思っています、はいまあ、ちょっと自分の無理のない範囲でというかもともと土曜日、まあ、一回楽屋であるにも喋りましたけどももともと土曜日更新土曜日のみ更新でそこから、まあ、水曜日も入れようかなってことで水曜日と土曜日更新そして、えー、コロナ禍に入り、まあ、普段の劇場の仕事やら、まあ、普段やってる仕事があなかなか うんできないという状況になり、あ、それだったら週3回行けるかもと思って、えー、週3回、下水道にしてで、そこから今現在は仕事が戻ってきてというか、ね、えー、だんだん通常の状況にはほぼなっているので、えー、その中で、えー、自分のペースでうーん、より自分の思ったものを届けられるのは、落ち着いて、えー、週2回にして、火曜日、土曜日がいいんじゃないかなと思いました。はい まあ単純にあの水曜日、土曜日でもよかったんですけども、なんか火曜日の方がちょうど区切りが一個一個の間がちょうどいいのかなと思いました。うん。それで火曜日、土曜日にしました。だからね、こう、ね、回数が増えますよとかだったらなかなか嬉しい報告なのかもしれないけど、あの回数を減らしますよって言うとなかなかね、でもまあ、それでよりいいものが届けられたり、まあ落ち着いて自分ができるんであれば、それで、それでっていうかそれがいいのかなと。 思いました、まあた谷さんの言葉を借りるなら勇気を持ってイエスチェンジという感じですねはい <laughs> 減ることが決してマイナスではないんだよっていうことですよねうんでこれもさ別に来週からとかでもいいじゃないですかなんか俺ってなんかでもそこは一度決めたらきちんとなんかじゃあせっかくなんで今年1年はというかさ2021年まではそういきたいなと思ったんですよねうん1個ね自分のこう決めたことに1個1個 でも本当は絶対普通に考えたらもう明日からそうしますとかの方がどん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 次に次に迎えるんですけどなんか自分の決まりとして区切りとしてなんかねなんかそういう風にしないと気が済まないんですよね俺は <laughs>。というわけですいません。2022 2年の1月から更新日が火曜日20時、土曜日20時になると思います。まあ、その中でも今現在のように、あの、イレギュラーなね、あの、アップがありますから、たまに。まあ、それもお楽しみいただければと思います。ただ、実質週2回の気まぐれ更新がたまにあると思っていただければと思います。はい。というわけで、ちょっと報告的には以上です。はい。さあ、ここからはお便りのコーナー というわけで、前回のサク間からジをシャープ36の中から5つ選ばさせていただきました。まずはぐるぐるさん、ぐるぐるさん。ぐるぐるさんぐるぐるさん。<laughs> ちょっと発音がちょっとすいません。えっ、ー、とですね、えー、道草散歩回を追うごとに、さっくんとタダ先生の息が合ってきて、さらに、えー、楽しさが伝わってきます。11月で終わるのが寂しいです。この頃はね、だから道草散歩をやってる時だったんだろうな。 えー、ロケのお仕事で、えー、苦労されたことがあれば教えてくださいまたどの回が印象的でしたかという感じですね苦労したのはもうほとんどないというかまあとにかく楽しかったからその向かうのが明日道草さんぽのロケだと思ってただ1個言うなら朝が早い時が多かったから、えー、生活のルーティン的にはそんなに朝早く起きるルーティンではなかったので朝4時半起きとか5時起きとかがあったんでそれは苦労しましたね うん、なんかね、12時ぐらい、1時ぐらい、夜中のね、に寝ようと思うんだけど、やっぱなかなか寝つけなくて、朝早いから朝早いからと思って。で、一回一睡もせずに行ったことがありました。眠れなくて。で、夜中の2時、3時ぐらいに、もう、あ、逆に朝ごはん食べちゃおう。で、ごはん食べたらどうせ眠くなるんでしょうと思って、まあ、プライドを捨ててっていうかさ、<laughs> なんか夜中にごはん食べたくないじゃないですか。もう朝ごはん食べちゃおうと思って、なんと、パン、 二つも焼いちゃいました、トースト。で、食べて、もう朝の3時頃。で、眠れないから朝の3時頃食べちゃって、どうせ食べたら眠くなんでしょそれで1時間でも眠れれば十分だと思って食べたんですよ。そしたらそれでも眠くなんなくて、そのまま起きて4時半ぐらいに家出て向かったことありました。なんでしょうね、あれね。で、しかもその日のロケは楽しいから、なんか全然眠くなくて、で、全部ロケが終わった夕方の4時ぐらい、帰りの車の中で、 まあ1時間ぐらい道かかったんですけど1時間が3分ぐらいに感じるぐらいガグンって寝て起きたらもう家に着いてました <laughs> そんなことがありましたねそしてまたどの回が印象的でしたかということなんですがやっぱり一番はあのタラ用あの郵便局の時の,あのタラ用の葉っぱまさに葉書の語源となる、うん、あの葉っぱに書く、うん、あれを 葉っぱに針金でメッセージ書いてだんだん文字が浮き上がってきてというのが一番印象的でした。で、それの多田,田先生が持ってた多田,田先生のお母さんが前に書いてくれたものを多田,田先生が取っててずっと。で、それがもう葉っぱは古くて茶色いんだけどちゃんとメッセージは残っててそれを見た時にもう一番やっぱり印象に残ってるのは何でしょうあの人とのそして植物とのあったかみというか やっぱりこういうものに勝るものはないよなと思っちゃいましたね。あの回はとっても印象的です。だから今も自分もあの道倉散歩ぽ、えー、今日のお気に入りっていうので、えー、葉っぱに書いてで、今もまだ持ってるんですけど、どん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 葉っぱは茶色くなってるんですけど、あれは本当に一生分撮っとこうと、えー、思います。はい。そして、えー、次ですね。マリリンさん。えー、っと、冬は朝寒くて、えー、布団から出られません。 二度寝をしたり、YouTube を見たり、だらだら30分くらい過ごしてしまうんですよね。さっくんは寒い冬の朝のルーティンはありますかこれね、俺も寒いの苦手ですからで。俺は、例えば9時に起きるとしたら、1回目覚ましを8時にします。で、8時にして、1回暖房つけるんですよ。れ暖房つけっぱなしは寝ないんで、暖房を8時に例えばつける。で、また1時間眠るんですよ。そうすると、なんかね、そのあったかさも含め、 すんごいグーンって眠れんですよ。で、その二度寝がめちゃくちゃ気持ちよくて、で、目覚めた時には、1時間後ね、9時に、時にはもう部屋も温まってて、あの、起きれんですよ。寒くなくて。とにかくね、それ好きですよ。すごい俺、そのやり方。<laughs> はい。そういうルーティンで、<laughs> えー、最近はやってます。そして、えー、はるさん。と、 質問です仕事柄いろんな人に会うかと思いますが最近会った人の中で印象に残った人はどんな方ですかということですあのねえっ、ー、とこの前フジテレビに、まあ、ネタ番組で収録に行ったんですけどもあそれはね多分1月2日の夜に放送予定なんでお楽しみいただければと思いますその時にあのー、昔お世話になったディレクターさんに再会したんですよちょっと質問と違っちゃうかもしれないけど これが登竜門 F という深夜の番組で俺がまだまだ本当テレビあほぼ出たことないぐらいの感じの時でその企画があの若手ディレクターさんが自分のおすすめする芸人を出演させるみたいな回だったんですよ。でそのディレクターさんが自分でこう探してこの人がいいなって思う人をテレビに出すネタをしてもらうという回で,でその時お世話になったディレクターさんが行ってでそれすごい覚えてるんですよ。それって 初めてあのネタやってて、ついてこーいっていうのが生まれた場所だったんですよ。その回に初めてネタやってて、あれお客さんついてきてないなと思ったから、ついてこーいって反発的に、瞬発的にあの出たついてこーいなんですよね。それが20年以上前で。で、この前、フジテレビューで再開して、あーってなって、で、 えー、その方はもう、その、その当時は若いディレクターさんだったんですけど、今は本当に番組を持つプロデューサーさんになってたりして、で、ありがたいことに、俺のことも、いや、佐久間くんもあれからね、R1 グランプリで優勝してとかいろいろ言ってくれて、いやーなんか嬉しい、とんでもなく嬉しい再会でした。20年以上か。うん。で、また何かできたらねっていう話をして、で、 で、別れた後に、携帯番号を見たら、俺、そういえば連絡先交換したよなと思って会ったら、あったんですよ。フジテレビ何々さんって。で、嬉しくて、ショートメール送って、電話番号また残ってましたって言ったら、向こうも、あら、そうなのってなって、で、あの、また何かってこう言って、それがすごく嬉しい再会でしたね。今年はなんかそういう再会がすごい多くて、うん、なんか、いろんなものが集まってきてる、集まってきてるというか、 やってきたことがいろんなふうに出せてるという感じですね。はい、えー、そして、えー、のりまるさん、えー。私はこの前、家の中で素足でナメクジを踏んでしまいました。しかも2回も、ね、<laughs> これうちの妹もね、あの実家の台所でナメクジ踏んじゃって、素足であの二度と素足では台所には行かないと言ってましたけど、はいえー、そうゾッとしますよね、自分だと思ったら。えー、佐久間さんは最近、家の中で起こった、えー、ハプニングはありますか ということなんですが、これはね、まあさっき暖房の話もしましたけど、なんとなく暖房をつけて、暖房、あの、まあ先に言ってしまうと、要はブレーカーが落ちたんですけど、あの、暖房をつけて、浴室乾燥機つけてとか何々つけてってこうやってると、これ以上やるとブレーカー落ちるなってなんか知ってるんですよね。まあ何回か落ちたことあるから。にしても、この前なんか忘れてて、で、なんかいっぱいつけちゃってたんでしょうね。で 夜だったんですけどでその日寒くてだけど家の中は暖房でぬくぬくしててあったかいなーって言って幸せな気持ちだったんですよそしたら急にバーンってブレーカーが落ちてなんか地獄に突き落とされたようなあのぬくもりから急に真っ暗闇でで水槽卵たち道場たち飼ってる水槽もライトアップしてたのが全部バサンって切れてで魚たちはびっくりするからバシャバシャーって暴れてごめんごめんごめんと思いながらで人間はなんとなく経験してるか何回か あってこう、心の中で、あっていうね、うん、思いながら。あのー、ブレーカーが落ちる瞬間って皆さんも経験したいとは思うんですけども、なんであんなに絶望的なんですかね。あの、暗闇。で、なんか、地震が起きる前もそうですけど、なんか、0.0何秒ちょっと前に、あれなんかやばいって感じしますよね。なんか、うん、ブザンみたいな。 なんか切れますよ切れますよってなんかのをちょっと感じますよねあれ何なんだろうな感じますよねっていうかなんかなってんのか実際本当にブズンっていうかねいやあれ本当に驚いた魚たちが一番びっくりしいんだよな申し訳ないなはい気をつけないとですねそして、えー、のこさんえっとですねお弁当が出るかどうか聞けない気持ちあこれね前回言ってましたからね 学生の頃お母さんが作ってくれるお弁当に入っていて嬉しかったおかずは何ですかこれねこれね今ですよ今思うときんぴらごぼうとか煮物なんですよでもその当時は親が多分いろんなことを考えて栄養バランス考えてそういうのを入れてくれてるんですけど俺はなんか恥ずかしくて周りの友達見たら「ハンバーグドーン!」とかさ なんか目玉焼きドーンとかなんか卵焼きドーンとかなんかそのわかりやすいザ・おかずうん。唐揚げとかが入ってて、俺は、なんかね、その時受けた印象は、すごくあのー、きんぴらごぼうとかさっきも言った煮物が入ってたりして、なんでこんな恥ずかしいっていうね。うん。なんか、思ってたんですよ。で、それを親に言ったら、周りのみんなはハンバーグとかこういうのあんだよとか思いながら言ったら、 んじゃあいいってなって次の日はなんか卵焼きときゅうりだけっていうなんかシンプルななぜかなんかそういう弁当になったことがあったんですよいやーとんでもなく申し訳ないことをさせちゃったなと思いました今思うと相当栄養バランスも考えてくれて何でしょうね本当にこう,う年齢がいけばいくほど気づくというかでなんかお弁当が冷めないようになんか当時はね画期的だったんですよ二段弁当であの 保温の銀のやつで1段目がご飯2段目がおかずになっててずっと温まってんですよでみんなからもびっくりされて「佐久間くん何このお弁当箱」って言われて「あ,のあったかいんだすごいじゃん」とか言われてなんかそれはそういう時に注目されるのも恥ずかしかったりしたんですよねその当時は今思ったら全然平気なんですけどうーんだからその当時だから嬉しかったのは親が 俺がだから、周りみんなハンバーグとかなんだよって言って、親がじゃあそう言うならってことで小さいハンバーグ入れてくれて、そのハンバーグ食べるのが嬉しかったです。で、今思うと嬉しいのは、きんぴらごぼうとか、そういう煮物が入ってるのが、いろんな気持ちを感じて嬉しいなと、えー、思いますね。はい。とにかくね、いろいろ大事に、すごく大事にしてくれているんだなと、えー、思いますね。はい。というわけで、えー、以上になりますね。 はいというわけで皆さんたくさんコメントありがとうございますいつも答えきれてないのもたくさんありますが、えー、タイミングで答えやすいのもあると思いますので同じ質問でも大丈夫ですもちろん質問じゃなくても大丈夫ですはいというわけでお便りのコーナーでした最後はティーボランのコーナーというわけで、えー、今日はですね、えー、溢れ出る感情ですはいアルバム「ベビーブルー」に入ってるのと「えー、夏の終わりに」にアコースティックバージョンでも入っています 溢れてる感情涙の調べです。これかっこいいね。俺は結構ねアコースティックバージョンの方を多く聞いてましたこれは。スタートが「寂ししさを握りしめさまようてた街の中」というところから始まるんですけども。 なんかねこれを聞くとなんかより上京したって思い出しますねあの2番の歌詞が「もう今は一人きりやつらはもうそばにいない別々の時間を刻み始めたけど」なんですよねだからなんか俺は上京してお笑いやるみんなは大学行くとかでなんかこの歌詞が もう今は一人きりやつらはもうそばにいない別々の時間を刻み始めたけど蘇る記憶はいつまでもあの日のまま優しい笑顔を映し出してくれるこれがね素敵なんですよ何か優しいんだよしかもうそんな,なんか 蘇る記憶はいつまでもあの日のまま優しい笑顔を映し出してくれるからの溢れてる感情涙の調べっていうわけです。これは一回聞いてほしいな。 なんかアコースティックバージョンの方がよりなんかこう、染みるなぁと思って、夏の終わりに入っているアコースティックバージョンの方を多く聴いてたんですけども。一番最後のね、あの、通り過ぎていく思い出は、まあ、思い出はなんですよね。これが一番好きなとこっすからディージョのこの、思い出がね、思い出とかなる、この、 これ引っかかるところが好きなんですよね。通り過ぎていく思い出はいつでもそう優しい。で、この後です。もう少しこのままでこれです。通り過ぎていく思い出はいつでも。だから、ふとね、この 懐かしい気持ちを思い出した時に、もう少しこのままでっていうとこの、この優しいんですよね。もう少しこのままでが優しいんですよね。歌い方がね。で、これを聴いてると、久しぶりにベビーブルーの普通のバージョン、アコースティックじゃない方の溢れてる感じを聞いたら、これはやっぱりこっちこっちでかっこよさ。で、ちょっと力強さもあり、あの、最初のトン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 っていう、あの、ドラムなんでしょうけども、なんか不思議なちょっと、 演んんんとんうかんんかんじんすん、ねね、で、んで、ん、あ、で、のー、んで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 、んん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 ん 寂ししさを握りしめっていうところから始まるんですけどもこのちょっとアコースティックじゃない方は「寂さしさを」ってこう力強いスタートなんですよねこっちこっちやっぱかっこいいんだよなこの曲はね、あのー、ライブではねあのゴミさんがギターでこう弾いてくれたりそのギターのみの演奏で披露してくれたりとかいろんなバージョンがあったりするんですよね うん、当時 CM にもね、これかかシングルじゃないのに CM で聴いた記憶もあります。うん。とにかくこれは俺は、えっと、上京したて、えー、同級生と一旦バラバラになって、それぞれみんな頑張ってるなって思ったのを思い出す歌です。うん。このサビもほんと特徴的。溢れ出る感情っていう、ここの、でんでんでんっていう、なんか珍しい持ってき方だなと思って、すごく当時、 おーっと思ってインパクトあって、で、歌詞はすごく染みてっていう記憶があります。で、なんかも同じこと言っちゃってください。最後の、もう少しこのままでっていう優しいところと、あと、通り過ぎていく思い出は、せ、ここで思い出はいつでもそう優しい。いやはい <laughs> すいません。さあ、というわけで、このままエンディングに行きましょう。はい。というわけで、ありがとうございました。改めて、えー、今回はちょっとね、まあ、更新日変更のお知らせと、えー、いうことが、えー、お伝えできればと思って、えー、おりました。はい。えー、引き続き、作曲家ラジオもお楽しみいただき、えーと、ブログは毎日アメブロで更新しますので、詳しい情報はそちらで、えー、チェックしてください。で えっと、基本情報は、ね、佐久間一行オフィシャルサイトがあります。そして、ツイッター、インスタやっております。かなうん。というわけで、えーね、ちょっと、えー、2021年も年末差し掛かっております。佐久間から授業あと一回できるかなどうかなという感じで考えております。この年内ね、2021年の間に、もう一回佐久間から授業できるかなできないかなというぐらいの感じでおります。はい。というわけで、えー、来年からも引き続き、えー、火曜、えっと、 土曜になりますが、よろしくお願いします。ありがとうございました。